食べ過ぎだからね。あ、ちょっと待って、ビニールはまずい。ビニールは熱い。よし。今日はピーちゃんも隠れるね。今日は2月14日、バレンタインなので、プーちゃんとピーちゃんにこれを購入しました。パティシエのチモシークッキー。よく手作りでチモシークッキー作ってみたっていうのは見るんですけど、今回バレンタインということでいろいろ調べていたら、なんとですね、プロのパティシエが作ったチモシークッキーっていうのが売ってました。これはね、バレンタインにもってこいだと思うんですよね。まず原材料をご紹介します。こちらに書いてあるんですけど、バナナ、リンゴ、チモシーミックス、本くず粉、これは全部の、まあ、4種類あるんですけど、4種類のチモシークッキーすべてに入ってるものですね。で、その他に、人参、かぼちゃ、クワの葉と、もう一つ、リンゴがあります。その4種類ですね。で、リンゴに関しては、ここにリンゴって書いてあるんですけど、この他にリンゴパウダーを練り込ませてるみたいです。そして、こちら、その4種類なんですけど、上から、クワの葉、かぼちゃ、人参、リンゴになってます。これの注意点としては、まあ、小動物用のおやつなので、まず少量与えるっていうことですね。あと、デグーに関しては、あまり甘いものをあげると糖尿病になってしまうんですけど、これに入っているバナナとかリンゴっていうのは、そんなに量があるわけではないんですけど、一応念のために、ピーちゃんには一番上のクワの葉、これだけをあげたいと思います。プーちゃんは、ま、すべてあげてみるんですけど、少量ずつですね、あげてみたいと思います。これで前回サブチャンネルの方で上げた動画なんですけど、気になる方はサブチャンネルの方をご覧ください。まだね、あんまりプー興味が薄いんだよね。今これちょっとかじってくれてるんですけど、ちょっとまだ興味薄い。はい、ではこちらですね、パティシエのチモシークッキー開けていきましょう。これね、すごいいいんだよね。ここジッパーになってるので保管が効くんですよね。いいですよね、これ。よいしょ。こういうジッパー系助かるね。すごい助かる。ちょっと一瞬出てきたね、これ。ちょ、おいで。よいしょ。どんな感じだろう。よし。すごいね、ちょっとね、おしゃれなんですよ、これ。これおしゃれじゃないですか、めちゃくちゃ。なんかね、さらに袋に入ってるんですけど、麻紐で結んでありますね、おしゃれ。さてと、どんな感じだろう。プーがずっとここにいるけど、お、気になる？ちょっと気になった？ちょっと待って、まだだよ、まだ開けてる。さすがにね、プー1個はね、食べ過ぎだからね。あ、ちょっと待って、ビニールはまずい。ビニールが熱い。ビニール食べるのはまずいでしょ。ちょっと待って、まだあげるから。じゃあまずはですね、こちら、クワの葉をあげてみましょう。すごいいい匂いするんだよね。これめっちゃ美味しそう。でも硬い。あ、これ硬い。あ、切れた。お。どこ持ってく？今日ね、部屋がね、明るいからね、プー裏持ってっちゃったね。明るいと暗いところ行っちゃうんだよね。でもね、すごい今の感じは好きですね。これは続いてこちら、かぼちゃですね。かぼちゃ、お、これはね、結構簡単にパキッと割れました。もっとこう力入れないとダメかと思ったけど、簡単に割れましたね。なんかピーが起きてきたからちょっとびっくりしてるかな。今ピって泣いたからビクってしちゃいましたね。また持ってっちゃった。全然食べる様子見せてくれない。全部こっち隠れちゃいますね。
次は人参ですね。あ、これも簡単に割れますね。パキッと割れますね。この薄くできてるのがいいですよね。手でもね、簡単にこう割れるので、ちょっとこう厚みがあったりすると手で割れないんですよね。硬くてハサミとか使わないとダメなんですけど、これはすごくその辺が簡単に割れるのでありがたいですね。ちょっとビクビクしてますね。またどうせこれ後ろに持ってって食べちゃうんでしょ、向こうで。あら、向こうに持っていこうとしてる。食べる？いいよ、食べて。あ、ダメだ。後ろ持ってっちゃった。最後はリンゴですね。かぼちゃと人参とリンゴはなんかパッと見あんまり差がよくわからないですね。色味が一緒なのでパッと見わからないです。あ、リンゴ硬い、リンゴ硬い、リンゴすごい硬い。あ、でも匂いはいいですね。リンゴの匂いしますね。ほら、ここにあるよ。持ってくね。全部持ってくね、プン。次はピーちゃんの番ですね。ピーちゃんにはこちら、クワの葉をあげたいと思います。勢いがいいね。ちょっと大きいから切ってあげるね、ピーちゃん。よいしょ。はい、こっちこっちこっち、前前。よし。お、今日はピーちゃんも隠れるね。ピーちゃんはこれ好きですね。さっきあげたやつすごい気に入ってくれたのか、ケージの中に持ってってなんか隠してました。一個隠したから満足したのかな。今は食べてくれてますね。あの隠したやつはね、ちょっとあれあのまま食べちゃうと量あげすぎなので後で回収しておきます。美味しそうだね、ピーちゃん。プーもピーも割と夢中になって食べてくれますね。ピーちゃんはすごく気に入ってくれたみたいです。また来年も何か探していいのがあったら、プーちゃんとピーちゃんにプレゼントしてあげたいと思います。